ビーム概念とレビット API の機能紹介といった題としてタイトルでお話をさせていただきます。で、私の部署なんですけれども、一応デベロッパーテクニカルサービスという部署でございまして、ADN という、プログラムの下ですね、組織の下で技術サポートをしている担当部署でございます。で、まずビームなんですけれども、当然皆さんご存知かと思います。ビームと略して通称呼んでおりますけれども、ビルディングインフォメーションモデリング、建築物その他もろもろ建設物に対してインフォメーション、つまり情報を持たせることで、さまざまなプロセスで利用していくことが可能ですよ、そういった概念でございます。でこの BIM を導入することによって一体何ができるのかということなんですけれども、現在の設計手法をより迅速に、素早くですね、さらにより経済的に、また環境に配慮した形で行うことができる、これが総論でございます。具体的にはですね、この後簡単にご紹介をしてまいりますけれども、すべて 3D モデルに情報を持たせて、初めから細かくシミュレーション等を行った結果、後戻りの少ない設計手法が可能になると、そんなふうにご理解いただければよろしいかと思います。で、設計製造の分野、どれも同じなんですけれども、建設業に着目してこの BIM というのが導入されております。設計をして図面を作ればおしまいというわけではなくて、最近ではいろいろな業者さん、関連業者さんが一緒にビルを建てたり、あるいは建築物を構築するというのが一般的です。そういった他業種のお客様と情報を共有することで、プロセス全体をですね、管理することができるようになります。これが多分 BIM の目標になるのではないかと思います。でその過程の中には、もちろん皆さんが従来行っていただいているようなオートキャドや、あるいはオートキャド LT といった二次元の図面を作成するためのソフトウェア、キャドですね。こちらを使って図面を書くという仕事だけではなくて、場合によってはパース図を書く、レンダリング画像、プレゼンテーションを作るという業務に携わっていらっしゃる方もいらっしゃいますし、それぞれ構造部材を建設業の方に提供しているというふうな製造業向きのよりのお客様も当然いらっしゃるかと思います。こういったさまざまなプロセスに関して、BIM という一つのモデルを構築して、いろいろな情報を与えてあげることで、いろいろなプロセスで必要な時に必要な情報を取り出して流用していこう、そんなことが可能になると言われております。で、結果的にですね、今皆さんが携わっていただいている設計業務に鑑みて考えてみますと、BIM というのは、つまりイコール 3D だというふうに先行しがちなんですけれども、3D イコール BIM ではございません。各部材に対する 3D モデルにさまざまな情報が付加されて、それを利用することで初めて BIM が可能になる、あるいはそれをもって BIM とするというふうなことになるのかなと思います。こちらの図ではですね、中ほどにマンション、高層マンションのような 3D モデルがパース図として書かれていますけれども、この図面、このモデルを CAD で作って、BIM モデルとしてさまざまな情報を与えてあげることで、これをベースにですね、後から図面、立面図や断面図、平面図、詳細図を自動生成したりとか、あるいは場合によってはパース図やレンダリング画像、こんなものを自動的に作ったり、ないしは積算ですね、そういった部分に、処理を広めていくということができるようになります。要するに今まで我々はですね、どちらかというと日本のお客様はオートキャドや LT お使いの方非常に多いんですけれども、そういったお客様はどちらかというと小サイズのこの部分だけを CAD で描きます。このプロジェクトには二次元図面が100枚200枚数千枚あります。紙のベースで全てを考えていらっしゃいます。時々にですね、矛盾が発生したりしますので、その都度修正を加えたりということをされていらっしゃると思うんですけれども、BIM の場合は一番効率的にそういったさまざまな情報を扱うために 3D モデルに初めから情報を与えて細かく検討した上で最終的に二次元図面が出力される、そういった考え方に基づいています。ですのでオートキャド LT などを使って二次元図面だけを作成されている設計者の方にこのお話をすると、 3D は俺は関係ないとか、必要ない、時間の無駄だとか、そういうネガティブな反応が返ってくるのが一般的かと思います。で非常にオートリスクだから言うわけではないんですけれども、皆さんご存知のように最近ですね、3D、当然叫ばれて数十年経ちます。で特に製造業のお客様かなり危険というか危惧をされていらっしゃると思うんですが、3D プリンターの登場と
最初はおもちゃを作るみたいな感覚で見てらっしゃったと思うんですけれども、ちょっとここに来て風色というか、色味が変わってきまして、 3D プリンターで家を建ててみようとかですね、あるいは 3D プリンターで食べ物を作ってみようとか、そういうところまで研究が進んでいますし、実際に着手をしてらっしゃる、まあ、海外のデベロッパーさんなんかもいらっしゃいます。で、我々がですねここに来てこういったセミナーを開催させていただいた主要な要因というのは、まあ、これ海外から言われたことなんですが、日本で BIM の採用が非常に低い、BIM だけではなくて 3D ということに関して、取り組みが遅れているんじゃないかというふうな危険性をですね指摘されています。でもちろん我々としてはオートレックス製品を買ってくださいというのがまあビジネスなので言いたいことではあるんですけれども、それ以前に日本人の方がお持ちの 3D に対する、あるいは強いて言えば BIM に対する拒否反応というのが思ったよりも海外の方よりも非常に強すぎるんじゃないかと、そこをなんとか緩和して BIM の採用ないしは 3D の採用に踏み切っていただけるようなお手伝いができればということでこのセミナーを開催しております。その辺もですねちょっと話が少し逸れてしまいましたけれども、念頭において今日聞いていただければなと思います。つまりこの BIM モデル 3D で初めから構築をすることによって後工程が楽になるというふうに考えていただければよろしいかと思います。で当然後工程という部分この後簡単にですね一つ一つご案内いたしますけれども、こういったシミュレーションという部分にも利用していただくことができます。この構築物が立つことによって風のシミュレーションですね、風向あるいは風量というものがどういうふうに変わっていくのか、どんな形になるのか、まあ、冬にですね北風が吹いた時に歩けないほど風が吹くようだとあまりよろしくないと思います。そういった部分あるいはもちろん構造解析的な部分もありますし、光がどのように建物の中に入ってくるか、そういった光量のシミュレーションですね、 3D を使うことによって、まあ、二次的な付加価値としてこういったシミュレーションに 3D モデルを利用していただくこともできます。今まで二次元から走っていた日本の業界の方というのはどちらかというとこういったシミュレーションを作るために二次元図面ができた後にわざわざ 3D モデルを作ったりとか、まあ、二度手間が発生したようなしていたような気もします。初めから 3D で作っていただくことでこういった部分にも着手をしていただくことが容易になりますということです。で現在ではですね、まあ、今日お話しする内容主題はレビットという弊社の BIM の CAD ツールをご紹介することになりますけれども、他にもクラウドを使ったサービス、例えばクラウドを使ってレンダリング画像を短い時間で入手していただけますとか、そういった部分のクラウドサービスに 3D モデルを利用していただくことも可能になります。 3D は面倒なものではなくてこれから必要になるものです。で、日本でだけこの導入が遅れているというのに私は非常に危惧を持っておりますので、できれば今日来ていただいた皆様にもですね、まあ、その辺一条を買っていただいて 3D あるいは BIM の導入にですねご助力をいただければと思っております。ということで 3D モデル、まあ、最初はちょっと面倒だなとお感じになられるかもしれませんけれども、最初に苦労をしていただくことによって 3D モデルから二次元の図面を自動生成したり、あるいはその中から部材をですね集計して、まあ、拾い上げて数を数えてあげるとか、あるいはプレゼンテーション用の画像を生成するであるとか、もちろんそういったプレゼン画像を使って周辺住民の方あるいは施主の方にですねこういったものでいかがですかプレゼンテーションをしていただくことが容易になります。最近こういったプレゼンテーション当たり前の世界になってますので、一社だけプレゼンテーションができない紙の図面をお客様にお見せしてこういうものができますけどどうですかと聞いてもピンとこないのが一般的だと思います。きちんとしたきれいな画像を用いてですねプレゼンテーションしていただくことが容易になって、かつ意思決定も楽になるということでございます。当然ですが建築部材を使っていらっしゃる場合はですね干渉チェックというものも重要になるかと思います。あるいは、まあ、部材の建具なんかのですね収まり検討、そういったものも必要になるかと思います。すべて 3D を行うことによって設計をしている段階で、つまり 3D モデリングをしていく段階でそういったことが明らかになってきます。ここがぶつかってるなとか、この建具この寸法だと入らないなとか、二次元図面を一枚一枚描いているとそういった部分に気がつくのが遅れます。要するに最後になって直さなくちゃいけないという問題が発生しますけれども、 3D で視覚的にこういった操作を設計をしていただくことであらかじめ拾い出しができるということですね。もちろん先ほどご紹介いたしましたけれども、光とか熱とか風、そういった環境に優しいシミュレーションというものもある程度把握していただくことができます。まあ、その他もろもろと、
二次的な流用としては今お話ししましたけれども、作った 3D モデルを 3D プリンターで出力して、まあ、例えばですけれども、こういうものができますよ、まあ、何パターンか出して検討していただくということもできますし、まあ、製造業のお客様に限って言えばですね、実際にこう動くくるくる回るような扇風機を作ってみたりとか、そういったところまで今現在可能になっておりますので、我々が今まで思っていたよりも、あるいは私はこの会社だいぶもう経ちますけれども、10年前に我々が販売していた機能を大幅に凌駕するようなことがクラウドを使って今可能になっています。ただ、元になるのは 3D あるいは BIM といった概念でございますので、そういった部分、何度もくどいようなんですけれども、ぜひご理解ください。でまず一つ一つちょっと簡単にご案内しましょう。 3D モデルを使って経済的になりますよという部分です。当然ですが最終的に皆さん必要となるのはおそらく受注発掘図面、二次元の図面ということになるかと思うんですけれども、この図面ですね、やはり短い時間でより経済的に低コストでこれが作れれば一番いいわけです。もちろんその図面の中から拾い出しもできますし、プレゼンを作る、要は二次元図面とは別に 3D モデルを作る必要がありません。最初から 3D モデル作りますので、プレゼンの時間も節約できます。意思決定も当然短くそこまで到達することができます。あらかじめ収まり具合であるとか干渉チェックができればコストですね、収まり検討した後にもう一回手戻りが発生するということも少なくなると思います。こういった部分ですね、全て 3D を使うことによってあらかじめ把握できますので、トータルとして二次元の図面から入った場合と比べて短い時間で低コストで設計業務が完了するということが言えるかと思います。でこれちょっと画面のキャプチャーですけれども、動画ですけれども、ちょっと見ていただきたいと思います。まあ、今ここで壁という種類の部材を書いて柱を記入します。通り芯を配置して、で、まあ、部屋ですね、部屋割りをして、で、まあ、ここ何々部屋ですよ書いた後に建具を配置して、カーテンウォールで、まあ、外構等ですね、階段も含めて、設計をしているという段階です。で通常ですね、オートキャドなんかの場合ですと、先ほどの、まあ、壁であるとか建具、まあ、ブロックを使うんでもいいですけれども、ポリライン、線分、円弧、そういったプリミティブな図形を書いて、ここで線を書くけれどもこれは壁のつもりとか、ここで円を描くけれどもこれは窓のつもりとか、あくまで情報がですね、図形としての情報しかありません。ただこの BIM を導入した CAD、 BIM のコンセプトを導入した 3D CAD というのは、最初からこれから壁を描きますよとか、最初から建具を配置しますよ、そういったもうオブジェクトありきなんですね。その部分が違うというのだけ把握していただけたかと思います。そうすることによって最初からある程度最低限の情報をオブジェクトが持ちますので、後から線を変えてこれは壁のつもり、自分で思ってても図面を見た人は壁じゃないと思うかもしれませんので、そういうことがないというのも意思疎通の中では重要かと思います。そういった部分も含めてですね、時間が短縮できるでしょう。もちろん図面管理という意味ではですね、部材の中でちょっとここ右手の方のビデオを見ていただきたいんですけれども、これはまあマンションのようなアパートのような建物ですけれども、二次元のですね、図面と 3D モデルビューがですね、表示されております。ここでですね、ドアですね、これを一旦削除してしまいますと、平面図上で消えたものが立面図上でも反映をされておりますし、 3D モデル上でも反映される、あるいはドアのですね、位置を移動させたりとか、あるいはそのサイズですね、変更していただくことによって立面図で変更したものが 3D モデルにも平面図にも反映されたりとか、あるいは平面図で修正したものが立面図にも 3D モデルにも反映される、こういうことが可能になります。なぜなら 3D モデルで一つのモデルイコールプロジェクトとして扱っているから全て連動できるわけですね。オートキャド LT で一枚一枚の図面を手書きでされていた方は、もし一つの図面に変更がある、例えばドアのサイズが変わりましたよ、そういったことを図面上で反映した場合、別の関連する図面を見つけて同じ操作をしていかないといけません。この後そういった部分出てきますけれども、手戻りが発生するんですね。一回作ったんだけど設計変更のごとに他の図面も一緒に直さないといけない、で往々にして、記入修正のし忘れということが起こって、現場で施工する段階で問題が発覚すると、そういうのが一般的に起こっていた問題かと思います。
まあ、このようにですね、一つどこかで修正をすると、すべて関連する図面あるいはモデル情報が自動更新されるというのも 3D あるいは BIM の特性、いい点、利点というふうに考えることができるかと思います。でもちろん設計図書ですね、そういった図面やモデルから拾い出した情報ないしは、カテゴリー、こんなものをですね、設計図書として生成することになりますけれども、ある程度自動化してこういった図面あるいは設計図書を出力していただくということもできます。で、最初からなぜこれができるかというと、もちろん何度も繰り返しますが、 3D モデルが情報を各々持っているからということです。これはこの線は壁ですよとか、このブロックはドアですよ、自分で思いながら書いたものには図形そのものにはそういった情報はありませんので、自分でこういった表を作らなければいけませんけれども、 3D モデル最初から情報があればピッとボタンを押すだけで自動展開してくれるようなことが可能になります。はい、まあ、これ同様ですけれども、積算ですね、ここでは面積の算出というふうに出ておりますけれども、 BIM モデルではこういった部屋という概念がありますので、そこの面積、これを出力してくださいというふうな処理をしていただくことで、簡単にこのように表にするということもできます。で、AutoCAD や LT で鑑みてこういった処理をしようとするとどうなるかというと、一般的にあるのはハッチングですね。閉じた領域にハッチングをして、ハッチングパターンでハッチングをして、でそのプロパティから面積を見出す、でそれを自分で表を起こして記入する、あるいは計算してやるとか、最悪の場合ですけれど、あるいは AutoCAD の便利な機能でフィールドっていうのがありますので、そちらを使って自動更新するような仕組みを導入していただいても構いません。ただいずれにしても、これは後手後手に回るような後からそういったツールを使って面積を導き出すということになりますけれども、 BIM を使った CAD モデルの場合、 3D モデルの場合は最初からこういう情報が入ってますということですね。簡単にできます。もちろん集計も同様です。拾い出しということになりますけれども、これも最初からこれは何々の部材でという情報を持ってますので、その部材ごとに集計をするだけで集計表を簡単に作っていただくことができます。で、ここにですね、こういったお話をすると、ああそうですかということになるんですけれども、トータルで見ていただくと圧倒的に差が縮まるはずです。二次元図面で図面を描いているよりも、そういった部分で BIM 最初の一歩は難しいんですけれども、導入して運用が始まれば後々楽になりますということです。で、当然、先ほども触れましたプレゼンテーションですね、綺麗な画像とかこういった外構図、パース図、それからシミュレーション系の画像なんかも、これは光の強さを表していますけれども、簡単に入手していただくことができます。で、ちょっと余談ですけれども、弊社レビットという 3D のBIM を導入した CAD の中にもですね、レンダリングの機能ありますけれども、先ほども触れさせていただいた通り、レンダリングというのは計算処理になりますので時間がかかります。我々今Autodesk 360レンダリングというクラウドサービスを導入しておりますので、モデルができた段階でこのモデルをレンダリングして弊社のクラウドに丸投げをしていただくと、そちらのコンピューター、大きなコンピューターで高速に演算をして、クライアントコンピューターでレビットを使ってレンダリングすると1時間2時間かかってしまうものが10分以内で送られてくるとか、そういうことができるようになっています。これも 3D モデルの効果ですね。それからレンダリングのクラウドサービスに関しても、こういった光源の光の強さですね、ここは何ルクスみたいな、そういうふうな強弱をつけた右上の図のようなレンダリング画像を今返すようになっていますので、この部分でもクライアントコンピューター側で計算をするということは現在稀になっていくのかなと、稀になりつつあるというふうに理解しています。で、これはこれ先ほどお話してしまいましたけれども、風の環境ですね、どういう感じになるのかということもできるかと、シミュレーションできるかと思います。で、干渉チェックと、よくありますけれども、柱、梁、こういった構造部材と設備ですね、パイプ、ダクト、そういったものがですね、干渉してしまって現場で右往左往してしまうということ、あらかじめ 3D でモデリングをしていただくことで、設計をしていただくことで CAD の画面の中でそういったものを把握していただくことができます。で、要はコンピューターの中でですね、 3D モデルを擬似的に構築することが多分最初のお仕事になってくると思うんですけれども、製造業の中ではですね、こういったシミュレーション関係を含めてモデリングすることをデジタルプロトタイプという言葉で表現しています。オートデスクの言葉なんですけれども、BIM というのはオートデスクだけではなくて、他の業種の方も、業種じゃないですね、他の CAD ベンダーさんもお話で BIM という言葉を出されますけれども、ほぼ同じです。
製造業の方向けの CAD というのが我々あるんですけれども、そういったお客様にはシミュレーションできますよ、干渉チェックも含めてなんですけれども、デジタルプロトタイプ、つまりコンピューターの中でデジタルにプロトタイプモデルを作って、あらかじめどういうことが起こるか把握できますよ、そういう説明をしています。言葉は違いますけれども、この BIM 建設業で使う CAD の中でも同じことが言えるわけですよね。 3D に関しては言葉がちょっといろいろオートデスクが勝手に作った言葉も含めていろいろありますけれども、概念としてあるいは効果はほぼ同じかと思っています。で、あとシミュレーションと。で、ここではですね、まあ、先ほどの光の強さ云々というのを含めてですね、これはまあ弊社のエコテクトという製品で実現している機能だそうなんですけれども、こうバイザーがですね、サンシェードのようなものがあって、太陽光が何月何日何時何分に差し込んだ時にどれぐらい反射して部屋の中にどれぐらい光が差し込むかと、こういったことまである程度シミュレーションできるそうです。でもちろん今どの CAD でも最近そうなんですけれども、地球のですね、緯度経度をモデルの中に設定することで、何月何日何時何分にどれぐらいの太陽光が降り注ぐのか、太陽の高さがどれぐらいになるのかというのを完全に計算で導き出すことができますので、そういった部分がこのモデルの中に反映されて、設計施工する前にですね、設計じゃないですね、施工する前にあらかじめ把握できるという利点があります。で、最終的にですね、こういった光の量であるとかで部屋がどれぐらい熱くなっちゃうよとか、そういうことまで把握できるようになりますので、最終的にエネルギーのコストというのも導き出すことができます。まあ、例えばですけど、エアコンどれぐらい使わないと人間が住める状態にならないんだとか、あるいはその部材ですね、これってそのまま捨てるようになるんですか、それとも再生できるんですかとか、そういったものも含めてシミュレーション対象になります。ですから、まあ、ちょっと変な話ですけど、我々が子どもの頃に夢見ていたわけではないですけど、世間で言われていた夢のような話が現在全て実現できています。それをただ導入していただくためには、どうしても 3D あるいは BIM という概念を導入していただくのが今の業界の流れになってしまっていますので、これを機会にですね、ぜひ導入していただきたいと思うわけです。ということで、ちょっと脱線もしがちでしたけれども、これが BIM の概念であるということです。 3D モデルに属性をつけながらモデリングするんです。それが最初ちょっと面倒なんですが、それさえしていただければ、あとは非常に効率的、コストを低コストで短い時間で全ての業務を終えることができますというふうな概念と理解しております。で、設計変更ですよね。あとはこれもさっきも触れてしまっていますけれども、じゃあ終わったと、ちゃんちゃんおしまいというわけではなくて、結局何かしら設計変更というのが必ず発生すると思います。ここが収まらないので何とかしてくれとか、お客さんの意向で、このトイレは、2つにしましたとか、そういう問題がいろいろと出てくると思います。そういった時にさっき触れました、どこか1つを変更すると 3D モデルも変わります。 3D モデルを変えると自動的に平面図、立面図、二次元の図面も自動的に変わりますと。この辺はまだちょっとかわいいところですけれども、フロア高が変わってしまうとかですね、大幅に図形の位置関係が変わってしまった場合、オートキャドとか LT 二次元図面でここに図面を描いていた場合は、こっちの図面とあっちの図面とそっちの図面と、1枚だけではなくて複数の修正が必要になりますし、忘れてしまってミスが発生するということも十分に考えられるということです。これが BIM の効果的な利用、それからその利点ということになるんじゃないかと。で、我々ですね、別にレビットだけを売っているわけではございませんで、当然ですがインベンター、これ製造業向けの 3D CAD です。それからオート CAD も 3D 機能を持っていますけれども、それぞれの CAD は一体何が違うんだというお話をいつも、販売店さんの方も含めてお客様からいただきます。で、私そこでいつも説明させていただくのはこの図ですね。いろいろお話をしてきました。建設業、建築業の方には BIM というコンセプトをお話しして、例えば壁がありますよね、ドアがありますよね、オブジェクトですよね、皆さんが使っていらっしゃるような、意識していただくような、そういったタイプで作図あるいはモデリングができますというお話をします。で、製造業の方にはインベンターという CAD を使っていただくことで、コンピューターの中でプロトタイプを作れますよ、シミュレーションできますよ、動きも含めてですね。で、その時には、ちょっとこれレイヤーの言い方なんですけど、穴とかですね、パターン、ちょっとインベンターの用語になっちゃってますけど、溶接の部分とか、やっぱり製造業向けのそういったオブジェクト、単位があります。単位というかオブジェクトの単位があります。そういったものを意識して設計することができるんです。こんなふうにお話をしています。
業種は違えど、コンセプトは違えど、やってることは一緒です。3D モデルを使って必要な情報を付加していただくことで、あらかじめコンピューターの中でこれから作ろうとするものをシミュレーションしちゃいましょう。すべて情報を持ってますので、後から二次元図面の生成も楽です。あるいは半分自動的に生成されますということです。じゃあ一方、 AutoCAD LT や AutoCAD って何でしょう。一番分かりやすいのが AutoCAD LT なんですけれども、これは二次元の CAD という認識を皆さんにしていただいています。実際そうですね。まあ、ドラフターを使う代わりに CAD を導入する初めの一歩的な CAD になるかと思います。でこういった CAD はですね、線分とか円とか円弧、それから何々寸法といった、まあ、図形という単位でしか作図ができませんので、最初からこういった壁とかっていう概念はありません。なのでドラフターを使って製造していただいた方が CAD に移った時にはこっちの方が分かりやすいですね。ただ時代はもうこの時代を脱却しつつあるかというふうに認識しています。要はオブジェクトという単位で考えて、後々の工程を考えていかないとなかなか期限に間に合わないというふうな状態になりつつあるかと思います。でもう一つ聞かれるのが、オートキャドも 3D 機能があります。オートデスクさんいっぱい 3D キャド持ってますけど、何がどう違うんですかということです。オートキャドの 3D 機能というのは、これからこんなものを作りたいと思ってますよというコンセプトモデルを作るための 3D 機能しかありません。つまりオートキャドの図形、 3D の図形は何種類かあるんですけれども、基本的にはこの3つしかありません。ソリッドというものと、サーフェス、面ですね、それからメッシュっていうもの、壁もありませんし、ドアもありませんし、穴もありません。要はこれは壁みたいなソリッド、これはスラブみたいなソリッドとかですね、これはカーテンみたいなサーフェス、自分で思い込みで位置合わせをして、で、まあ、できたらこんなものができますよ、レンダリング画像を作っておしまいと。要はプレゼンテーション用のモデリング機能しかないということです。で我々がこれから目指そうとしているのは、初めから 3D 機能を持った、かつ情報を持った BIM という世界に皆さんに入っていただきたいと思って、こういったご紹介をしているわけです。なので、この講でですね、3D という部分と、それから 3D についている、まあ、情報ですね、あと皆さんがどういった意識でその 3D を扱うかという、まあ、オブジェクトって私言葉を使いましたけれども、そういったところに着目していくと、レビットとオートキャドの 3D 機能は全く別物というふうに考えることができると思います。まあ、この辺ぼやっとしている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そんなふうにお理解していただくと嬉しいと思います。でじゃあオートキャドではですね、今BIMで私がずっとお話ししてきたことできないんですかというお言葉もいただきます。実はこれできます。で実際ですね、オートキャドで 3D 機能を使って、まあ、BIMのような概念を10年前から十数年前から導入していらっしゃる会社というのは存在します。ただそれを実現するためにはどうしてもカスタマイズが必要なんですね。まあ、今日はカスタマイズセミナーということで、これからレビットのカスタマイズのお話をしますけれども、オートキャドは皆さんが通常扱っているオブジェクト、ドアとか壁とかスラブとか、そういった単位のオブジェクトの情報は持ってませんので、 API プログラミングインターフェースを使って壁を書いたら、ここに壁の情報を埋め込むとか、スラブを作る、それからまあ屋根スラブでも何でも結構ですけれども、部材を配置したらそれに必要な情報を後からカスタマイズで埋め込むという処理をしています。それをすることによってですね、さっきお見せしたような全てのことを実現してらっしゃる会社があります。日本でも海外でも。その代わり、とても多くのお金を費やしてカスタマイズプログラムを開発されています。でそういったお客様から見るとですね、レビットをスタート地点にしていただくということは、最初からそういう機能が入ってますので、まあ、数億円かけてそこに到達、オートキャドを使って到達するよりも早い段階で、最初からそのスタートラインに立つことができるというふうに理解していただいても構わないかと思います。ちょっとそういったお客様もだいぶ前からやられてますので、レビットがない頃からやられてますので、まあ、仕方ないんですけれども、現在そういう状況であるというふうにご理解ください。ということで、ここまでがまあちょっとくどいようでしたけれども、 BIM あるいはその他もろもろの概念ということでお話をさせていただきました。じゃあレビットの役割って何ですか。まあ、先ほどの話を含めてですね、理解していただければと思うんですけれども、まずこのレビットという言葉、私も初めて知りましたけれども、造語だそうです。で、リビジョン&スピードと、要は改定、設計変更で改定していくようなモデルをスピード感を持って行
行いますよみたいな、そういった趣旨かと思うんですけれども、リビジョン&スピードの合成語、造語だそうです。これをもってレビットということです。でこの会社はですね、この会社というかこの製品はもともとレビットテクノロジーコーポレーションという会社で2000年に開発を始めて販売された製品です。まあ、その後にですね、オートデスクがこの会社を買収しまして、製品名だけを引き継いで、現在ではオートデスクレビットという名前で、皆様にご提供しています。当然ですが、ずっとお話してきた内容を実現できる機能を有しております。ビルドインって書いてますけど、要はこれ組み込みっていう意味です。3D モデル、壁、スラブ、ドア、窓、そういったオブジェクトを 3D モデルとして最初から扱えるように、正しく扱えるように CAD の中に機能が埋め込まれています。それぞれに固有の、要素って呼んでますけれども、固有の情報を持ちます。もちろん固有のですね、こういったオブジェクト、いろんな種類があると思うんですけれども、 CAD の中に入っていないオブジェクトを作れないかというと、そうではなくて、ファミリーという単位で、AutoCAD でいうブロックのようなものというふうに考えていただいても結構ですけれども、皆さん自身でこのファミリーを拡張して、いろいろな部材を作っていただくことができます。で場合によってはですね、製造業のベンダーさんなんかですと、エレベーターであるとか、こういったドアとか窓、建具のメーカーさんなんかもそうですけれども、ファミリーをレビットで作っていただいて、それを皆さんに提供すると、場合によっては有償の場合もあるかもしれませんけれども、そういった会社も実際にいらっしゃいます。要はその自社の製品を BIM モデルの中で使ってくださいというふうな、そういった意味合いが込められているということです。でレビットの中で扱う 3D モデルはですね、基本的にパラメトリックです。要は数値変更が後で可能です。オートキャドみたいに二次元の図形を変えてストレッチでビューッとこう縮めたり伸ばしたり、この辺かな、ピッ、ちょっとずれちゃったとか、そういうレベルではないということですね。数字で幅をいくつリターン、数値入力をすることできちんと収まりのいい形状に整えてくれる機能があります。パラメトリックというふうに呼んでいます。もちろんこの辺は 3D 関係の機能ではあるんですけれども、ファミリーの中にはですね、 3D の表現をした時にどうなるのとか、二次元の図面として作成されたときにこの図形はどうなるの、そんな情報も埋め込まれています。そういった機能も含めて二次元の図面を生成したりとか、あるいは積算、先ほどのレンダリングも含めてプレゼンテーションに使っていただくような機能もレビットの中には含まれています。非常に昔から比べるとですね、非常に高度な機能を盛り込んだ製品、これがレビットという 3D CAD です。ただ 3D CAD というわけではなくて、 BIM というコンセプトを導入しているというのが AutoCAD の 3D とは異なる点でございます。で、大体の図を見ていただくとですね、というか歴史を見ていただくと、こちら見ていただいたように、Revit の 4.5 というのが、AutoDesk の製品として販売を開始した Revit のバージョンだそうです。ちょっと私この辺疎いので、日本でどのバージョンを売ってるか売ってないかというのはよく把握してないんですけれども、見ていただきたいのはですね、この黄色い文字と青い文字ですね。下の方に64ビット、32ビットって書いていますけれども、皆さんが今お使いの Windows、大体皆さん Windows を使っていただいていると思うんですが、Windows、例えば Windows XP とか7とか、最近だと8出てますけれども、その Windows が何ビット版かって皆さんご存知ですかね。実際に開発をされていらっしゃる方は当然把握をしていただいていると思うんですけれども、Windows XP が主流だった頃、市販されているコンピューターというのはほとんど32ビットコンピューターです。CPU って私たち言いますけど、演算ユニットが32ビットのものを積んでいて、その上で動く32ビットの Windows XP を使ってらっしゃるというのが一般的だったと思うんですが、この私が今使っているノート PC も含めて、現在市販されているコンピューターのほとんどは64ビット CPU を搭載して64ビット版の Windows を積んでいます。で、普通はですね、設計者レベルの方ですとあまり意識されないはずなんですけれども、今ほとんど64ビット化しています。で、今ここでですね、こんなふうに分けているのは、実は黄色い文字、レビットで言いますと2008というバージョンまでは32ビット版のレビットというものしか提供しておりませんでしたが、レビット2009というバージョンからは64ビット版のレビットというものもご提供しています。これは一つの製品の中、パッケージの中に同梱されていますので、インストールの時にどっちがいいですかって聞いてきたりはしません。使っている OS が何ビットか、自動的にインストーラーが判断をして、64ビット OS であれば64ビット環境の64ビット版のレビットをインストールするという形になります。で、要はですね、他社 CAD さんを見ていただくといいと思うんですけど、だいたい最近昔からある二次元の国産 CAD なんか見てみますと、昔からの32ビット版しかなくて、
64bit 版の OS の上では互換モードで動いてますよとか、そういう状況にありますけれどもあるんではないかと思うんですけれども、弊社の製品の場合オートキャドもレビットも全て 64bit 版の OS の上では 64bit 版の製品として動きます。で、何がメリットあるんですか、聞かれると思うんですけど、実は 64bit 版の OS を使うことによってアプリケーションが使えるメモリーのサイズというのが格段に違います。32bit 版の OS でですね、 32bit 版のアプリケーション、オートキャドとかレビットを使った場合は最大で 2GB しかメモリーは使えません。物理メモリーとして 4GB 積んでいても、これはあの Windows の制限なんですね。ちょっとスライドに細かく書いてないんですけれども、で 64bit 版の OS を使っていただくと 8TB まで使えます。まあ、実際の物理メモリーで 8TB と言ってませんけど、要は 3D モデルを使う、あるいは 3D を使ってモデリングするというのは二次元の図面に比べてメモリーを非常に消費します。もしこれからレビットを導入しよう、本格的に設計をしよう、あるいはカスタマイズをしようというふうにお考えなのであれば、できれば 64bit 環境をご用意いただいた方がいいなということです。つまりレビットはですね、そういった最新の 64bit 環境にも対応してますよということを案にここでご紹介しています。ちょっと話が長くなりましたけれども、そういうことであります。で、まあ、こういった個々のレビットという製品以外にも最近我々クラウドというサービスを使っていろいろな拡張ができるような状態をしてご用意しております。で、まあ、ちょっと下の方余談ですけれども、これオートデスクのロゴですね。昔左下のこういったロゴだったんですが、ちょっと後ろの方 見にくくてごめんなさい。こういうロゴになって1回青かったんですけど黒に色を変えて、この間春にですね3月の終わりにこういう新しいロゴを加えました。小さくて恐縮なんですけれども、この新しいロゴの左側にある、まあ、A という文字を模した、まあ、図というか、マークですけれども、こちらは日本の折り紙をモチーフにして作られたもののそうです。要は折り紙、四角い紙ですけれども、いろんな方向で折り曲げをしていただくことによっていろんなものを想像できますよね。オートデスクというのはこういう想像する会社なんです、想像するためのお手伝いをする会社なんですという意思が含まれているそうです。で、まあ、その中の一助としてレビットという製品を今回ご案内させていただいているわけでございます。ということで、まあ、少々くどかったんですけれども、ここからですね、じゃあレビットを使ってカスタマイズをしていきましょうというお話を軽くお話しさせていただきたいと思います。で、まずレビットの製品の整理なんですけれども、皆さん我々 のオートデスクのホームページを見ていただきます と、レビットシリーズという形でホームページ用意されているかと思うんですが、その中見ていただきますと、レビットアークテクチャ、建築建設業をお使いの方向け、あるいは構造設計なんかをされていらっしゃる方向けにレビットストラクチャーというものがありますし、あと設備設計されている方のためのレビットメップというものです。メップと呼びます。こういった製品3つほどですねご用意させていただいております。で、まあ、これがですね製品として販売されている単体製品なんですけれども、もう一つ我々のビルディングデザインスイートといいまして、レビットだけではなくてショーケースとかオートキャドとか他の製品をワンパッケージにしたスイート製品というのを販売しております。で、建築建設業向けのお客様のためにレビットを含むそういったいろいろな製品を含んだスイート製品用意しております。それがビルディングデザインスイートという製品なんですけれども、この中に入っているレビットというのは実はストラクチャーでもメップでもアーキテクチャーでもありません。我々の通称用語としてワンボックスという言い方をしているんですけれども、ビルディングデザインスイートに入っているレビットというのは実はこの3つの機能を全て持っています。なのでワンボックス、一つの箱みたいな言い方ですけれども、アーキテクチャーの機能も使えるし、ストラクチャーの機能も使えるし、メップの機能も使える、要はお得版のレビットということになります。で、私はいつもまあ、API サポートする関係上ですね、どの質問が来るか分かりませんので、このワンボックスを使っています。なので、ちょっとこれから画面ちょっとお見せしたりしますけれども、うちのと違うなと、もしお持ちの方いらっしゃれば、そう思われるかもしれませんが、こういうワンボックスというのを使っているということです。で、ここに書かれているアーキテクチャー、ストラクチャー、メップ、ワンボックス、どの製品使っていただいても API、これからご案内する API、アプリケーションプログラミングインターフェースを使ってプログラムによるカスタマイズというのを加えていただくことができます。で、もう一つですね、我々、レビット LT という製品、レビット LT あるいは、レビット LT スイートという製品もありますけれども、この中に入っているレビット LT という製品は残念ながら API カスタマイズはサポートしません、していませんというか動きませんので
API でカスタマイズをしようと思われる方は、まあ、この4つのうちのいずれかを導入していただく必要があります。逆にお客様から LT 持ってるんだけどカスタマイズできるかなというご相談をいただいた段階で、Revit LT は API カスタマイズサポートしていないのでレギュラー版というか、こちらの4つのいずれかを購入してくださいというふうにお勧めいただければと思います。でこれ一応 DVD としてですね、あるいはスイートの場合ですと USB で販売してご提供しておりますけれども、もし優勝の ADN のメンバーさんこの中にいらっしゃいましたらば、まあ、メンバーさんだけが入れるエクストラネットという、まあ、パスワードとユーザー名で入っていただくサイトがあります。こちらの中にはですね、まあ、それぞれ圧縮した形で自己回答形式の、アーキテクチャ、ストラクチャ、メップ、この3つ個別にダウンロードできるようになっています。もちろん日本語版だけではなくて英語、フランス語、中国語、いろんな言語ダウンロードできるようになっています。でちょっと分かりにくいんですけど、弊社のホームページからですね、体験版をダウンロードしていただくということもできます。で体験版は一応ワンボックスという扱いになっているんですが、こちらはですね、今ウェブインターネットに接続していないとダウンロードしながら、セットアッププログラムを作っていきますので、完全に丸ごと圧縮したのをダウンロードするパターンと、常時インストール時にダウンロードが必要なパターン2種類分かれちゃってます。去年まではこれ全部フルダウンロードだったんですが、今年ちょっと差分ダウンロード方式と書いてありますけれども、ネットにつながってないとインストールできないという状況になってますので、この部分ちょっと勘違いのないようご注意いただきたいと思います。レビットでカスタマイズ API カスタマイズできるのは上の4つの製品です。 LT は残念ながらできませんということですね。でレビットをインストールしていただくとですね、実はそのレビットのインストールフォルダーの中に2つほどファイルがインストールされます。青く書いてますけれども、レビット API.dll、 それからレビット API UI.dll と、この2つ、これまあ、DLL というファイルになるんですけれども、我々の世界、開発環境の世界ではこれアセンブリーと呼びます。 DLL イコールアセンブリーではないんですけど、一応まあアセンブリーという単位のファイルになります。でこのファイルなぜ重要かと言いますと、レビットをただ設計のために使っていただく設計者の方はあまりこれ意識しないんですが、これからもし皆さんがですね、レビットに対して API でカスタマイズをしようと考えていらっしゃる場合は、皆さんこれからビジュアルスタジオという開発環境でプロジェクトを起こしていただく必要があるんですが、そこで初めにこの2つのファイルを参照してください。具体的な参照の仕方であるとか手順というのは3つ目のセッションで詳しくご案内いたしますけれども、この2つのファイルを参照することでレビット上で動くアドインというプログラムのですね、開発ができるようになります。なのでこのファイルさえあれば OK です。もちろんレビットも一緒にインストールされてないとダメですけどね、そういうものになります。でこの2つを参照してこれからプログラムを始めましょうみたいな形になるんですけれども、レビットの場合は .NET フレームワークというのをベースにしておりますので、こちら必ず参照していただくような必要があります。で、ここのですね、機能何が違うんですかということなんですけど、ほぼ共通です。ほぼ共通というか全部ストラクチャー、アーキテクチャー、メップ、全ての機能ほとんど入ってます。なのでこの2つさえ参照設定していただければ、まあ、最低限必要なことはできます。場合によってはストラクチャーのこの機能を使いたいのでもう一つ別のアセンブリーを参照設定しなくちゃいけないとか、そういうものも出てきますけれども、基本的にはこの2つというふうに覚えていただくとよろしいかと思います。で、実際このアセンブリーというのは2つのアセンブリーですね、レビットをインストールしていただければ、そのインストールフォルダーにもう格納されますので、開発着手することができるんですけれども、実際に着手しようとしたときにまだ必要な情報が必要です。何かというと、まあ、ドキュメントですよね。どういうクラスがあってどんなふうにプログラムしたらいいのかみたいな話はこのアセンブリーの中から読み取ることはできません。そういった情報を含む目的で SDK というものを別に提供しています。これは無償です。無償ダウンロードができます。当然ですがこれはソフトウェアデベロップメントキットの略です。略して SDK、まあ、レビット SDK というものがあります。でこちらの SDK はですね、製品のインストーラー、こちらからツールとユーティリティというボタンを押して個別にインストールしていただくこともできますし、こちらの URL から最新のものをダウンロードしていただくこともできます。 SDK 自体は無償です。もちろんこれを使ってアプリケーションを作って販売していただく場合も何のライセンス料も払っていただく必要はございません。無償です。
ただ、ちょっとここで一点ご注意いただきたいのは、一部ですね、製品に組み込まれている SDK の情報が古いものが見つかりましたので、現在はこちらからダウンロードしていただくことをお勧めしています。ウェブの方が更新が早いので、下の URL どちらかでも構いませんけれども、こちらから SDK をダウンロードしてインストールしていただくようにお願いします。でこちらダウンロードしてインストーラーがあります。インストールをしていただきますと、こんなふうなフォルダーが規定値で作成されます。まあ、変えていただくことも可能ですけれども、 C ドライブのルートに Revit2014SDK と、 Revit SDK2014 だったかもしれませんけれども、そんなものがインストールされて、配下にいろいろな情報がフォルダーとともに展開されます。リードミーであるとか、リファレンスマニュアルであるとか、オンラインヘルプも含めてですね、ツールやサンプルも含めて導入がされてきます。で SDK というのは他の製品でもそうなんですけれども、残念ながら全てドキュメントは英語です。これはオートキャドでもインベンターでもそうなんですけれども、日本のお客様向けにですね、一部日本語化するということも過去しておりました。インベンターとオートキャドに関しては、でレビットに関しては過去、デベロッパーガイドというものを提供していたんですけれども、ちょっと画面上で、表示をさせていただきますが、日本語化は一度もしたことがございません。でこちらのページ、まあ、見ていただいた通り英語なんですけれども、デベロッパーズというリンクがあって、イントロダクション、レビットをカスタマイズする API の、まあ、紹介ですね、こんなものをやりましょうとか、こうやって始めるんですよ、そんなところの説明が全部すいません英語で書いてあります。なので、英語だと導入する人いませんよねと、まあ、当然言われるわけです。で今回ですね、まあ、これから今始めようとしているところなんですけれども、アメリカの本社と、ディスカッションしまして、可能であれば近いうちにこちらの、まあ、デベロッパーガイド、デベロッパーズという配下のドキュメントを日本語化しようという試みをしておりますので、もうしばらく時間かかるかと思うんですけれども、お待ちいただければ、日本語化したものをご提供できるかもしれません。ちょっとまだ何も日程も何も決まっていないので、そこまでしか今日はお話しできませんけれども、極力ここは日本語化して初めの一歩に必要な情報は、皆さんにご提供しようというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。で、まあ、要は SDK の中、アセンブリー自体は製品の中に入ってますけど、まあ、こういった必要な情報がこんなふうに出てます。デベロッパーガイドに関しては、まあ、インターネット経由ですからブラウザーがあればすぐに見ていただくことができるんですけど、リファレンスの方は製品SDK の中にしか入ってませんので、必ず SDK は導入していただくようにお願いをいたします。無償です。で当然ですが、その中にですね、ドキュメントやリファレンスありますけれども、なかなか実際に作ろうとするとハードルが高いです。これはどういう順番でどうやって使えばいいのかっていうのは分かりませんので、そういう手助けとなるためのファイルとしてサンプルがたくさん用意されています。非常にたくさんあります。フォルダーごとにビジュアルスタジオのプロジェクトが分かれているんですけれども、個別にビルドをしていただくことも可能です。まあ、コンパイルっていう作業が必要なんですが、ビルドしていただくこともできるんですけど、まあ、いろいろとですね、面倒な作業がありますので、今日は深くお話しいたしませんが、全ての参照ファイル、先ほどのレビットの2つのアセンブリーのパスを解決するためのツール、こういったユーティリティであるとか、全てのプロジェクトを一斉にビルドするためのソリューションというものもこの中に含まれていますので、必要に応じてこちらを使っていただきたいと思います。まあ、ちょっと初めてこれからプログラムされるという方はこの部分ピンとこないかもしれませんけれども、まあ、そういった初めの一歩に相当する材料は全て揃ってますというふうに理解していただくとよろしいかと思います。で、レビットを使って API を使うことで何ができるかということなんですけれども、大きく分けると3つですね。外部コマンドっていう単位のものを作ることができますし、外部アプリケーション、これはインメタじゃないですね、レビットの外側っていう意味ではなくて、ユーザーインターフェースの見方が違います。まず外部コマンドというのは、実はアドインタブの外部ツールっていうところにこうやってボタンが配置されます。外部コマンドを作るとここにボタンが配置されて、皆さんはそこをピコッとクリックすると何か処理が実行されます。もう一つ、外部アプリケーションというのを作っていただくと、リボンを作ることができます。リボンパネルですね、あるいはボタンというふうに考えていただいても結構です。ボタンを押すと皆さんが作ったコマンドが実行されるという形です。でそれとは別にですね、ちょっとこれシャープデベロップと読むんですけれども、レビットに内蔵された開発環境を使ってマクロというのを作ることもできます。でこれ2つ前のバージョンまでは実は VSTA というマイクロソフトさんのツールが入ってました。レビットの中には
これは昔でいうと VBA みたいなものなんですけれども、ちょっと VSTA、マイクロソフトさん提供のツールがあまりそのアップデートのタイミングが芳しくなかったので、今オープンソースの開発環境、これ .NET フレームワークベースですけれども、シャープデベロップというものを導入しています。UI 自体は英語版です。日本語のシャープデベロップ存在しておりますけれども、そちらはサポートはしませんので、製品に埋め込まれているものをお使いいただきたいと思います。で、あまりこれ使ってる人は私見たことありませんし、問い合わせも来ませんので、レビット持たれというか、お使いの方も初めて聞かれる方いらっしゃるかと思うんですけれども、通常はアドインですね。こちらのアドインというタイプを外部アプリケーションか外部コマンドのパターンで作っていただくのが一般的かと思います。で、じゃあ実際に開発しましょうと、製品も買ったし SDK もダウンロードしました。何が必要かというと、もう一つこれが必要です。ビジュアルスタジオですね。現在 Revit 2014のアドイン開発に必要なコンパイラー、我々がサポートしておりますのはマイクロソフトビジュアルスタジオ2010、正式に言うとサービスパック1適用したものです。最新バージョンのビジュアルスタジオは2012というものがもう導入されてますけれども、そちらのサポートは現在しておりません。2010ちょっとダウングレードモデルになりますけれども、こちらをご用意いただきたくと思います。細かくはですね、3つ目の工藤のセッションで詳しくご案内させていただきますので、そちらでもう一度お聞きいただきたいと思います。ということで、ツールが各種あります。ここではですね、一つだけちょっとご案内させていただきたいと思うんですけれども、一番に上に記載がございます、 Revit Lookup というツールですね。これはですね、サンプルフォルダーの中に一緒に入っているものとは別に SDK の中にプロジェクトがあって、ご自身でビルドしていただくためのものです。ちょっと今その部分を開いてみたいと思うんですけれども、ごめんなさい、ちょっと後ろの方見にくいかもしれませんが、Revit SDK 2014の下ですけれども、これが配下のフォルダーです。サンプルズフォルダーがあったりとか、ここにドキュメントの CHM ファイルがあったりとかしますけれども、Revit Lookup というフォルダーがあります。 C シャープでこちらにプログラムが、ソースコードがあります。こちらをですね、ソリューションファイルというのを開いていただいて、 Visual Studio でコンパイルをしてレビットにロードする仕組み導入していただくことで、レビットの方に画面切り替えますけれども、こういったですねボタンがアドインタブの中につきます。レビットルックアップというものです。で、こちらちょっと試しにやってみますけれども、今構造部材エチコを選択してアドインタブのレビットルックアップツールを使ってカレントセレクション、現在選択したこの要素のスヌープ情報を見てみましょう。スヌープオブジェクト、要はそのオブジェクトの内容をうろうろ歩き回って情報を把握するみたいな、そういうツールなんですけれども、レビットルックアップは通常の製品には最初からは導入されません。 SDK のプログラムをビルドして皆さんがコンパイルすることで初めてこんなふうに表示されます。で、これ何をするためのツールかというと、実は今選択したエッジコーの部材、この情報をすべてここで表示しています。で、これはちょっと難しくてごめんなさい。.NET フレームワークのリフレクションという機能を使って、そのオブジェクトを定義したクラスの情報を画面上に表示しています。プログラム経験がある方はお分かりかと思うんですけれども、ここで表示されているのは、Revit API が持っている API、メソッドやプロパティやクラス、そういった情報に基づいていますので、ここで正しく情報が見ることができれば、取得できれば、皆さんもプログラムで同じことができるというふうに把握していただいて結構です。ここに表示されてこない情報は残念ながら API でサポートされてないと、その最初の判断ですね。表示されてても書き込みはできないとか、そういうものの中にはあるんですけれども、そんなふうに理解していただくと、着手するときにこれこれこうしたいんだけど実はこれできないとかいうふうな判断材料として理解をしていただくことができるかと思います。どうしてもですね、製品の機能の更新の方が API の実装よりも早いので、製品ではできるんだけど API だとできないということがまあ、あります。これは別にレビットだけではなくてどの製品でも同じなんですけれども、その時の材料としてこのレビットルックアップツールぜひ使っていただければと思います。ということでですね、こんなふうなツールが SDK の中にあります。じゃあ具体的に何ができるのかということなんですけれども、その結果を最後にちょっと簡単にご案内しましょう。エクスチェンジアップストアですね、これに見る、Revit API の効果ということなんですけど、実はオートデスクエクスチェンジアップストアというのをウェブ上に公開しています。どういうものかというと、こういう画面ですね。
これ、実はエクスチェンジアップストアの画面です。今レビット用の画面を出してますけれども、ここで、まあ、オートキャドのアドインが欲しいよとか、つまり、アップストアなので、アップルさんとかグーグルさんがモバイルデバイス用に行っているようなアプリケーションの販売の場、ご提供の場として、エクスチェンジストア、アップストアというのをウェブサイトにご用意しています。で、実はこれレビットの製品内からもアクセスしていただくことができます。こちらですね、ここの X というボタンを押していただくと、はい、このエクスチェンジストアの画面飛ぶんですけれども、最初からレビット専用のアプリケーションの一覧画面に飛ぶようになっています。さっきちょっとごめんなさい、レビットをオートキャドに変えてしまったのでそっち出ちゃってますけれども、でこの中見ていただきます と、レビットのですね、例えばその建築設計ツールをちょっと表示したいですよ、見てあげますと、世界中のデベロッパーの方、開発会社の方が、提出してここに記載されたアプリケーションの一覧が出てきます。何ドルベースですよとか、無償のものもありますし、体験版のものもございます。でこの中にですね、すぐに使っていただけるようなものとして、当然無償版もそうなんですが、 S っていうマークがついたものがあります。これは弊社のサブスクリプションにご加入いただいているお客様専用のアドインアプリケーションというものになります。で、まあ、こちらですね、ダウンロードしていただく際にはあらかじめサインインですね、オートデスククラウドと同じシングルサインインのメカニズムを導入していますので、オートデスク ID 無償で登録していただいて、サインインをしていただくことで、こういったツール無償でダウンロードできるものが用意されています。ちょっとスライドに画面を戻しますけれども、エクスチェンジストア自体はですね、もうだいぶ前から開催というか公開をしております。2年前からですかね。最初オートキャドから始まったんですけれども、現在ではインベンター、レビット15の製品でこちらサポートしております。でこれは春の段階のアクセスのグラフなんですけれども、当時はですね、日本語化を提示しておりませんでしたので、ほぼ英語圏の方だけの、まあ、ビジット数であるとか、訪問数だったんですけれども、実はこれ春にですね、春というか5月4日に日本語化をしました。これは実際に皆さんアクセスしていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、全て今現在表示すると日本語のページが出てきます。で先ほどご案内したこの S というところを見ていただくと、サブスクリプション専用、サブスクリプションにご加入いただいていればダウンロードしていただけるツールというものもオートデスクがいくつか提供しています。でこうなぜかリードミーが英語なんですけれども、例えばですけど、このフレームジェネレーター4オートキャドレビット2014というツールがあります。こちらを導入していただくと、中身はですね、中身というかリードミーは英語だったんですけれども、見ていただいた通り、中身含めてユーザーインターフェース含めて日本語化されています。ちょっとその部分実際にご覧いただきたいと思います。ちょっと解析モデル表示したくないので建設テンプレートから起こしていきますけれども、私もすでにインストールをしています。エクステンションというところに先ほどの、はい、フレーム生成ですね、フレームジェネレーターです。見ていただいた通り日本語化されておりますし、画面を出していただきますとダイアログボックス自体もこのように日本語化しています。まあ、ちょっと細かい設定はしませんけれども、こういったフレームですね、柱はどうしますか、どういうタイプにしますかとか、屋根の形状であるとか、フレームの形状であるとか、あるいはサイズといったものをこんなふうに指定をしていただくことができます。で、OK ボタンを押していただくことで、3D モデルを画面の中で自動生成すると。つまり、ここで表示している内容の機能というのは、デビット API を使って作り込まれたアドインの機能です。同じことを皆さんも行います。まあ、ちょっとこのプラグインそのものの機能がですね、日本の設計現場で実際に使えるか使えないかというのは別の話ですけれども、これと同じようなことはできます。つまりレビットでできないこと、例えばですけど一番分かりやすいのは、レビットだと 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10ステップ自分で操作をしなければいけないことがピッとワンクリックでできるようになるかもしれない。まあ、この辺はお客様の要求によっていろんな実装が考えられるかと思うんですけれども、これは一つのアドインの例ですね。実はこのアドインタブに入っているものもそうです。レビットルックアップもレビット API で作られていますし、ああいった中身の情報を文字として表示するみたいなこと、もちろん書き換えることもできます。そういったことを駆使していただくことで、レビットの 3D モデリングをより容易に簡潔に優しく行っていただくような環境を整えていただくことができます。これが API を使った、まあ、利点あるいは効果ということになるかと思います。ちょっと分かりやすい例でこちらのサブスクリプション専用アプリというのをご案内しましたけれども、
実はエクスチェンジアップストアはですね、どなたでもこちらに皆さんが作ったアプリケーションを提出して販売ないしは無償公開していただくことができます。そういった方の名称をですね、我々はパブリッシャーと呼んでいますけれども、これ誰でもできますと言ってもむやみやたらにウイルスを埋め込まれたものを導入されても困りますので、審査があります。提出をしていただいた後にオートデスクが審査をしてパスしたものを記載するような仕組みを導入しています。まあ、今日はこれが主体ではないのであまり詳しくお話ししませんけれども、販売はできるんですけれども、優勝販売していただくこともできるんですが、残念ながら現在これアメリカの方で決済する必要性があるので、価格帯決定していただくときには US ダラーベースになります。 US ドルベース。円決済早くしてほしいんですけど、ちょっとまだそこまでいってません。で、今ちょっとこう日本語準備中って書いてありますけど、今ついこの間これ日本語化されてますので、もう今やろうと思えば実はあるページからアプリケーションの申請を日本語で記入していただくことは可能です。ただそうは言ってもですね、どうぞやってくださいって言って皆さんやっていただけるか甚だ疑問ですし、きちんとした説明が必要かと思いますので、ちょっとまだきちんとした告知していないんですが、8月2日に、こちらと同じ場所でですね、こちらのエクスチェンジアップストアの公開方法というのを、開発者の方向けにまた無償セミナー開催する予定でございますので、もし皆様の中でアプリケーション開発、まあ、レビットでなくてもですね、この場合オートキャドなんかでもお持ちであれば、こちらを活用していただくことが可能になります。必要な情報はこの8月2日のセミナーでご案内させていただきますので、もし可能であればご参加いただければと思います。ちょっと余談ではありましたけれども、BIM の概念、それからレビットの位置づけ、さらにレビット API はこういうものでこんなことができます、こういうものが作れます、でそれを公開する場もご用意させていただいています、いう段階までご紹介をさせていただきました。